伊達総活8月18日から1988年1月15日は日本のジャーナリスト。旧宇和島藩半伊達氏の一族として愛媛県に生まれる。旧西松山中学校、日本大学芸術科を経て、同大法学部新聞学科を卒業。1954年8月、東京日日新聞社会部から NHK に移り、放送記者となる。 1970年11月25日に交流のあった三島幸男から徳岡隆夫と共に遺書と劇文を受け取り三島事件の目撃者となった関連の編著書に裁判記録三島幸男事件がある1984年に徳岡と陽子夫人にインタビューを行い月刊誌諸君に掲載された 皇室担当記者として、天皇の外交を、観光、1980年4月に、友人親王の婚約、1983年4月には、様子内親王の婚約をスクープした。昭和天皇からも信頼されており、素顔の天皇陛下があり、1984年に放映された NHK 特集公居の中心スタッフとして、取材接衝に当たった。 1985年8月 NHK を定年退職。解説委員となったが在職中に死去した。ありがとうございます。